というものだかまど炭治郎の刀を打ち持参したあっかまど炭治郎は俺です中へどうぞこの中に日輪刀が入っている俺が撃った刀だあのお茶入れますから中へ日輪刀の原料は太陽に一番近い山で取れる 症上飛鎖鉄と症状飛行石あのどうぞ中へそれで日の光を吸収する鉄ができるそうですかじゃあ家の中へ陽光山は一日中日が差している山だからな曇らないし雨も降らない雨が降らないってことは それだけ不純物のない日が集まるってことだ。えひょっとこえー、反応なし相変わらず人の話を聞かん男だな。んん よくよく見るとお前、格尺の子じゃねえか。こりゃ縁演技がいいな。いや、俺は炭治郎とキエの息子です。そういう意味じゃねえ。頭の毛と目ん玉が赤みがかっているだろう。ひしごとをする家はそういう子が生まれると、演技がいいって喜ぶんだぜ。そうなんですか。 知りませんでしたこりゃあ刀も赤くなるかもしれんぞなあ鱗鯛ああさあさあ抜いてみな日輪刀は別名色変わりの刀と言ってな 持ち主によって色が変わるのよ黒黒いなえっいとなんかよくないんですか不吉ですかいやそういうわけではないがあまり見ないな漆黒は俺は。 鮮やかな赤い頭巾が見れると思ったのに。ーーいただだだ危ない落ち着いてください。何歳ですか？三十。 の最初の仕事である心してかかれえ、え、今仕事って北西の街では少女が消えている毎夜、毎夜少女が、少女が 消えている支給された気殺隊の体の大服。うん体によくなじめよし この体服は特別な繊維でできている通気性は良いが濡れにくく燃えにくい雑魚鬼の爪や牙ではこの体服を咲くことすらできないそれは鬼となった者は火の光に当たると消滅するしかしこれからお前と根津子は共に行動するならば 昼間のうちに妹を背負う箱が必要だろうそこで非常に軽いキリクモスギという木でこれを作っておいた岩漆を塗って外側を固めたので強度も上がっている多少の衝撃にも耐えられるはずだ、はあ、ありがとうございますそれと炭治郎はい お前が鬼殺隊の任務を始めるにあたって説明しておきたいことがある鬼にはいくつか種類がある決起術という特殊な術を使う鬼は異能の鬼だ今後はそのような鬼とも戦うことになるだろうその者たちとの戦いは これまで以上に困難を極める。だが、鬼を倒したどっていけば、いずれ、禰豆子を鬼に変えた元凶に届くやもしれん。<laughs> 人間を鬼に変えられる血を持つ鬼は、この世にただ一体のみ。今から千年以上前、 一番初めに鬼となったものつまりそれがお前の家族の敵ださらにそいつならば妹を人間に戻す方法を知っているとわしは思っている <laughs> その鬼の名は鬼ブツ無惨鬼ンキ 人を鬼に変えられる唯一の鬼ということは根津子を鬼にしたのもそうだ鬼となった者は誰かで構わず人を襲いそして喰らうそれが親であろうと兄弟であろうと関係ない理性では衝動を抑えられないそれが 鬼という存在そう思っていた禰豆子を知るまでは禰豆子は鬼だそれは間違いないしかしこれまで一人として人を食ってはいない禰豆子は弟を守るように倒れていました誰も食べていません わしはこれまで多くの鬼を見てきたがそんな事例は一度として聞いたことがないではどうやって根豆子はこの状態を保っているかこれは憶測だが根豆子は人の血肉を食らう代わりに眠ることで体力を回復しているのかもしれない 眠ることで体力を回復さっきも言ったがこれはわしの臆測だ外れているかもしれん根津子と共にいるのはお前だけだ妹の観察は怠るないいな最後にもう一つ気休めにしかならんかもしれんが根津子が眠っている間に わしは暗示をかけた。人間は皆お前の家族だ。人間を守れ。鬼は敵だ。人を傷つける鬼を許すな。とな。炭治郎、お前が妹を守りたいという気持ちはよくわかる。だが、禰豆子は今。 鬼だ。つまり必ずしもお前が守ってやらねばならぬほど弱いわけではない何にせよこれから任務が始まる本当の意味で鬼との戦いだ無事に二人で戻ってこいお前なら大丈夫だはい ここか特におかしな様子はないけどでもかすかに嫌な匂いがする調べてみようほらカズミさんよかわいそうにやつれて。 一緒にいたときにトコちゃんがさらわれたからさらわれただってさっきの人事件の関係者なんだかズみさんちょっとお話を聞きたいのですがいいですか ここでサトコさんは消えたんだ信じてもらえないかもしれないが信じます信じますよ信じるかすかに鬼の匂いが残ってるけどまだらというか変な感じだこの子は一体何なんだこの町に鬼がいるのは間違いないけど まだ情報が足りない日の入りまで残された時間は少ない夜になるまでにできるだけ鬼の情報を集めて居場所を探らないとしまった夜になってしまった鬼の匂いはするけど。 まばらだ他の匂いに混ざってやっぱり嫌な匂いがするきっとそれが女性をさらっている鬼に違いないこれまでの情報を整理しろ炭治郎そして集中するんだ匂いの跡をたどればきっと見つかる 準備はできているなタンチ行くぞ間違いないここだ今ここにいるどこにもいないだけど匂いが一番濃い場所ここだ そうか、この鬼は地中に潜ることができるのかななんだあいつさらった女の人たちはどこにいるさらったじゃじゃああいつが <laughs> あこの匂いはやっぱりもう一人壁からも 小僧なぜ人間の分際で鬼を連れてるネズ子、やれるのか三 <laughs> 人とも全く同じ匂い ひ人の鬼が、三人に分裂してるんだキタマ邪魔をするな女の鮮度が落ちるだろうがもう今、その女は十六になっているんだよ早く食わないと、刻一刻で味が落ちるんだ冷静になれ、俺よ。まあ、いいさ。 こんな夜があってもこの街ではずいぶん十六の娘を食ったからなどれも肉好きがよく美味だった俺は満足だよ俺は満足じゃないんだ俺よ無駄食いたいのだんっカズさんこの人をお願いしますあ<っ>ああ,あ 化け物、一昨晩さらった里子さんを返せ里子誰のことかねこの収集品の中にその娘のかんざしがあれば食ってるよそれは里子さんのおお前が許せない その女は俺 やダメだ先を読め次に何をしてくれた予測しろそして反応しろれお前たちが、ッった油のような匂いがする。ひどい悪フだ。一体どれだけの人を殺した。

二人は下俺を引きずり込むつもりだあ<っ>ネズコ俺は下に行く二人を守ってくれ <laughs> 守る無理に決まっているだろう女は

油のような臭いがするひどい悪臭だ一体どれだけの人を殺した何も聞き出せなかった。 《水を回復するための眠りかごめんごめんなもう少し待ってくれ兄ちゃんがきっと人間に戻してやるからな》 さん、《大丈夫ですか婚約者を失って大丈夫だと思うか》《香みさん失っても失っても生きていくしかないんです》《どんなに打ちのめされようと》《お前に何がわかるんだ!》お前みたいな塊 俺はもう行きますこれを <laughs> この中にサト子さんの持ち物があるといいのですが <laughs> <laughs> 君も同じだったろ すまなかった痛ましい手固く鍛え抜かれ分厚い少年の手ではなかった和美さんは本当なら何事もなく幸せに生活できるはずだった。 でもそれは一瞬で壊された俺だけじゃないどれだけの人を殺し痛めつけ苦しめた鬼物児無惨俺はお前を絶対に許さない絶対に